おはようございます。ようこらしょ。今日も朝からやっていきたいと思います。雨がすごいよ。その前にね、ちょっと待ってね。なんでこのゲームデモになっちゃうんだろうな、いつも。よし。何やるんだったっけ？顔料届けようかな、そろそろ。顔料の人どこ行った？これか。オーリアは絵描きの友を探せと言ってた。バヌークにとって絵は特別みたいだ。前とは別のカージャたちがバヌークに和平を持ちかけてきた。赤の動乱を忘れる者はいないが、それでも。氷60いいなぁ。
そこだ。炎は強すぎる。氷はもっと強く生きる。ステルス、ステルスなんだ。射撃か。変える？気がれ、いらないな。ステルスコスト、ステルスコロンちょっと欲しいけど。2位上がってもしょうがねえか。
あーそっか。さえずりの果てのバヌークは独立してるんだし、他の奴らと違う絵を描いたって問題ないだろ。いにしえのものがこの世界から消えて間もなく、まだ我らの数も少なかった頃、いてつく荒れ地で我らを導いたのは彼女だ。そしてラベナス族のことを忘れてはならない。奴らは我らの折れた骨に喜び勇んでむしゃぶりつくようなやからだ。バヌークは彼女の上だ。ガバ向きの音楽は聞いたことある？すごい音だったわ。流れ物が増えるのは良いことだ。バヌークは他の部族から孤立しているからな。狭間へようこそ、流れ物。お前は高いところが怖くないのか？怖がる必要ある？ここから落ちたらそれを絵にすればいいだけでしょ。完璧じゃないの。こういう完璧なものには水を混ぜて薄めるか練り物にしてあげないとね。そういう決まり。また後でな。もし顔料を見つけたとしても絶対に舐めちゃダメよ。理由は聞かないでおくよ。
モンのなんとかだからダメなんだ。衝撃のワイヤー機械の。衝撃に弱いやつか。フォージファイヤーを取り出す。攻撃って言ってるからダメだ。近接の爆弾。汚れの矢、汚れの矢で機械を凶暴化。ガレーシャ、カージャの戦友。これじゃねえのか。わかんねえ。シャドウかカージャの戦友に。これか、やっぱりこれでいいんだ。これしたけどダメだったじゃん。粘着の爆弾。粘着の爆弾真ん中。
汚れの矢。やっちゃった。衝撃の爆弾。ダメだな。縛りつけたけど。属性キャニスターを収穫の矢で撃ち落とす。
ダメだ。どういうこと？粘着の爆弾あるんだけど、場所が違うってことか。火炎放射着火させた機械。なってねえんだよ。ダメだ。サドルラトラ。近接の爆弾。
倒したけどダメだったんだ。金属の爆弾だったと思うけど。きっと役に立つよ。もらっておこう。どれがどうだったんだろう。指っていうか全身の感覚が麻痺してる。これは古の動物の像。これでよかったのか。役に立ちそう。追跡用だな。よし。どうしようかな。
あれ、シャドウ工場のブラストリング。Thank you.
雷の矢を使って防御力占有ダメだ、撃てねえよ、あんなの。衝撃の爆弾1個、大型の機械、チアトス、光のボルト、氷のボルト、ラトラそうだし、ってやつがない。とりあえず数分は平気。
テーマラストラッパはできなさそうか。できない。ストームブルト。氷か。
威力ねえな。ストームボルト。ダメだな。
緊張をほどいて。もういっぱい。アナグマの要求？動物の像、ちっちゃいけど凶暴そう。よし、結構何でも倒せるようになった。何時？9時か。私のポケモンまだ山梨県で居座ってるんだけど、あと帰ってきちゃったな。
部門結構もうなくなってきちゃった。お腹空いてきちゃったな。すごいバンギラス頑張って100円持ってきた。エルメタルも持ってきた。疲れたな。ちょっと腹減ったな。
疲れた。疲労がやばい。今日もジムに行くことができるけど雨だから悩むな。さあどうするわい。遠いなここまで。この顔料通りに行くのめんどくさいな。こっち行った方がいいかや。鳥嫌だな。こっち行った方が良かったかな。ちょっとやっぱこっち行こう。鳥めんどくさいんだもんな。バヌークにとって絵は特別みたいだ。汚れに侵されている時
辛い試練が立ちはだかる。いっぱいすぎる。電化装置、増やしてほしいな。少なくないもの持てるところ。魚、魚がない。袋、今度ブレイズってやつがなくなっちゃった。グレイズ取りに行かんじゃん。とりあえずここかな。ここ行かれないな。ここに行ってからここかな。狭間に新種の機械が出るなんて。だが怯えてはならない。やりすぎでは怠るなよ。後悔するかも。
通の弓。ついてる。声に吐きがなくなってきた。疲れちゃって、こんなに疲れてもジムに行こうか悩んでるからね。よし、取った。ここあるんかーい。あともうちょっと集めたか。
20もいるんかい。金持ちだ。あーでももうなくなった。お腹鳴った。こんなところ？そうなの？ヌーク、ストームストリンガー。
しないと。ハートって何？ボルトで破壊できねえよ。爆弾、爆弾にしてみっか。ラストームスクリーンが、
あー間違えた。絵描きの友を探せと言ってた。ここから最悪じゃん。後でお茶にしよう。降りれば早い。一応クリアになってんの？電撃、あ、違うか。電撃にある雷の爆弾。これでいいか。収穫の夜宇宙です。
ダメだ、これ弱えじゃん。気をつけないと。
もう大丈夫なはず。結構いい感じだったのにな。欲が出ちゃった。噂が広がる。これできねえ。噂が広がる。これもう一回やってダメだったら
諦めよう。違うやつやります。ダメだ。どうすればいいんだ。こいつか。
あぶねー、もう無理かと思ったよ。なせばなる、なせばなるや。あぶねー、倒したやつどこ？腹減った。夏の太陽とそよ風を思い浮かべるんだ。よし。動物の像、ちっちゃいけど凶暴そう。さえずりの果てにいるバーグレンドというオセラムを知ってるか？ねえ、あの詐欺師、取り立てに女の使いをよこしやがったよ。取り立てに来たわけじゃない。部品の回収を頼まれたんだ。それとも壊れたガラクタを売るつもりか？壊れたガラクタ？この群れは直に移動する。争ってる場合か。手伝いたいなら手伝わせればいい。あいよ、今から機械の群れを狩る。そんなに手伝いたいなら準備しな。よし、この辺でやめときます。ジムに行ってくる。じゃあねー。